風化されつつある東日本大震災から間もなく5年。東北に竹明かりを灯そうと、全国各地で竹明かりの制作活動が広がっています。呼びかけをしたのは、町おこし団体新竹プロジェクトの吉田修平さん。実際にやった東北に竹明かり、明かりを灯してほしいって、みんなに元気を持ってもらいたい、そういう人から始まったことで。竹明かりのワークショップには、市内外から20人の参加者が集まりました。ドリルの使い方や穴をきれいに開ける方法を教えてもらい、作業開始。竹は高知竹林の地主から協力を得て伐採したそうで、一節の竹のサイズは30センチほど。竹の表面に思い思いにチョークで下書き。穴のサイズを考えて竹切りを交換して、ドリルで穴を開けていきます。難しい、難しいかもわからないけど、まあ楽しいですね、はい。復興の思いが込められた竹明かりが出来上がりました。今でも大変な方がいっぱいいらっしゃると思うんで、少しでもなんか綺麗と思ってくれたらいいなと思います。なんかね、みんなが元気になってほしいしね、頑張ってほしいので、なんかちょっと届くといいかなって。これはプロですよ、もう。僕が欲しいぐらいですもん。中にはこんな力作も。まあ話を聞いてですね、ぜひ参加したいと、まあこういうもので東北の人たちが元気が出ればいいかなと思いまして参加しました。作った竹灯籠は福島県との県境、宮城県山本町へ届けられ、3月11日に行われる追悼イベントで灯されることになっています。